クリーブランド・バークレーク・フロント空港は、アメリカ合衆国、オハイオ州クリーブランドに所在する空港を。クリーブランド市北東部、エリー・コガンに位置する。同空港は、一般空港として分類され、クリーブランドの主要空港である、クリーブランド・ホップキンス国際空港の混雑緩和のための空港として指定される。連邦航空局のデータによると、 同空港は2008年度オハイオ州において4番目に多忙な空港であった。空港の名は元クリーブランド市長であり上院議員であったトーマス・エイ・バークにちなんで命名された。クリーブランド・バークレークフロント空港はクリーブランド市が所有、運営している。同空港ではビジネスジェットや近距離チャーター便の就航数が増加している。 2005年には2万618便のチャーター便が発着し、2006年には2万3370便に増加した。2007年度は最初の10ヶ月で1万8595便が発着した。同空港の発着便数は年平均8万7000便である。2007年の最初の10ヶ月間の送便数は6万13便である。 2006年末以来、同空港には商業路線が就航していない。ディスティネーション1社が短期間定期チャーター便をデトロイト及びシンシナティ近郊の空港ヒルトンヘッド空港との間に運航していたが、現在は廃止されている。ライトエアラインズは破産宣告前の1970年代から80年代にかけて同空港を拠点として運航していた。 1979年、ミッドウェイアラインズが、シカゴのシカゴミッドウェイ国際空港との間に、定期便を運航していた。クリーブランド・バークレイク・フロント空港は、チャンプカー・ワールド・シリーズの一戦、グランプリ・オブ・クリーブランドの開催地として使用されていたが、最後に開催されたのは2007年のことであった。同空港は、アメリカ合衆国における、 安全で高速走行可能なカーレースが開催できる唯一の空港であった。また、毎年労働者の日の週末にクリーブランド国際航空ショーが開催される。ありがとうございます。